ここからですね、ピンキーパターンというのが今年新機能として出ております。でピンキーパターンって何かっていうと、去年どうもおはようございます。今回なんですけれども、まあ、前回畠山のミットをチラ見せしたと思うんですけれども、まあ、2016年、昔と今、まあ、ちょっと前の畠山のシリーズと軟式のミットですねと今のミット、まず何が違うのかということと、そして今年のその新機能っていうのはまあどうなのかと、実はすごい賛否両論がありまして、僕はいいと思ってるんですけど、どうやらお客さんはそう思ってない人もいるみたいなんで、まあ一体どの辺が進化したのかっていうのも含めてちょっと紹介していきましょう。まずですね、もうすごい神的なタイミングで去年のやつの修理が来たんですよ。でそれと同時に今年のモデルが売れるというね、そのすごいこう重なったんですね。で去年のモデルと今年のモデルの大きな違いっていうのは結構あって、で、まあ、その見た目も変わったっていうのもあるんですけど、ラベルとかも変わったんですけど、ちょうどねこの修理に来たミット、このシェラームーブのもの、別に革質が変わったとかではないんですけど、細かい部分が変わってますので、まずそこを見ていきましょう。で他のシェラームーブじゃないタイプも見ていこうと思うんで、よろしくお願いします。はい、ということで左が去年までかなのシェラームーブのタイプなんですけれども、まあ、そのシェラームーブっていうのは変わってないわけですよ。ただまず分かる通り、まずこの指カバーがすごい分かるでしょ、全然違うじゃないですか。こう長くなってるっていうか、まあ、これがね、あのいいとか悪いとかっていうよりも長くなって保護してくれる部分が多くなったっていうのと、あとロゴも違うわけですよね。まあラベルロゴなんですけど、縁にピンクがあったのがこうなくなってるというのも違いますね。まあ、ここだけ見ても違うと。あとステッチも、今年は赤ですけど、前のモデルは黄色というところが違います。でここからですね、ピンキーパターンというのが今年新機能として出ております。でピンキーパターンって何かっていうと、去年までのモデルはね、ここ見てほしいんですよ。ここがもうこうなってるじゃないですか。でこれ使ってるとここがペリッと取れたりするわけですよ。あの負荷がかかってですね、で負荷がかかってペリッと取れたりするんで、ピンキーパターンはですね、わかります、ここひょこっとここまで来てるんですよね。ひょこっとだ、これでちょっとここら辺が強くなるよっていう発想らしいんですよ。ここで連結するよりも、ここで連結するよりもですよ、このヘリ革をちょっとこっちに出すことによってより強くなるという、このピンキーパターン、これがまずこれがね、なんて書いてあるかって言ったら、従来の構造では手入れ口の小指側に負担がかかり破れてしまうことがあり、そこで畠山は独自のパターンを採用、ヘリ側部分を伸ばしスリットを入れることにより、従来よりも耐久性がアップというふうに書いてあります。つまりね、あのここにすごい負担がかかるというところを、負担がかかるのであればということで、ちょっとこうニュイッとここまでヘリ側を伸ばしてるということで、負担を軽減させて修理を減らそうということなんですよ。プラス指カバーはロングになってるということなんです。でまずここがこのまずピンキーパターンね、この2017年の新しい構造と。でその他にですね、このようなモデルがあります。で左がまあレギュラーバック系ので、両方とも8型ですね。でこの色がやっぱ人気の色でいうと、まあこの色ですけどね。で次ブラックという風な形ですが、いう風な形ですけどね。でこの8型で、今度は EX という格好があるんですよね。 EX とは何だろう、人差し指のスレを防ぐこと、補給の際人差し指にはヘリ側部分のストレスがどうしてもかかってしまいますと。そこで畠山独自のパターン、革を1枚挟むことによりストレスを軽減することが可能になりましたということで、指カバーの下に、指カバーの下って普通ヘリ側がね、これヘリ側が来るんですけど、ヘリ側が来てしまうっていうのを防ぐというか、まあ、このパターンの場合そうですよね。ヘリ側がすぐ下に当たるじゃないですか、ここの下にヘリ側があるんで。でもその間に1つ挟むことで、まあ、摩擦を軽減、まあ、ヘリ側も守れますよというような感じでございます。まあ、その2つが主な、変更点なんですけれども、まあ、このバックスタイル、まあ、全部8型です、ね、8型もう皆さん見飽きてると思うんですけど、でここもレギュラー型です。で全部、ここが長いんですよね。この見てください、指カバー少し長いんで、これがね賛否両論あるっていうふうにおっしゃる方もいて、まあ、それが嫌だっていう人もいるんですよね。
だからといっても去年のシェラームーブなんて多分残ってないですよ、うん、残ってたら僕欲しいですもん、うん、っていうぐらい、まあ、去年までのこの指カバーのスタイルが好きな人もいるっていうことで、まあ、そこはやっぱり捨てきれないな。なんか俺もここなんかね、ここ切ったらどうなんのかなと思いますけどね。まあそれはもう皆さんにお任せしますけども、まっすぐもしガシャって切ったら、あーけどこれ切ってもさ、これは縫製入ってるからあれだけど、なんか切りっぱなしにしたらダサくなりそうだな逆にっていうのも考えられるんですけど、まあそんな感じですかね。まあちょっとした工夫なんですけど良くなったなっていうことと、こういうねバックスタイルも少し増えていい感じだなっていうふうに思います。で北米産ステアハイドで台湾製ですね。もうね皆さんも知り尽くしてると思うんですけど、意外とピンキーパターンについて知らない人がいると思ったんで今回は、撮ることにしました。ありがとうございました。